セールの時に取り置きはね、絶対いかんよ。ね、うん、そうそうそう、そうだけどね。セールに来て、1個買って、すぐ来るからこの1個をお金取ってきますぐらいだったら、どうですか？あ、だけん。もう今から買うけん、その、結局、そこに下ろしに行くとか。あ、そう、その OK やね。その場やけんね。その場やから、うんうん。そう。だけどさ、よくあれやろ、バーゲンセールでわーって集めとって、結局こうしとって、しそその中でバーって返すみたいなのがおるちゃおう。なんか、そういう。あれやろね。一応欲しそうなものを取っといて、うん、後で吟味する。うん。なるほどね。あれどうですか？こう、セールに来て、一旦お買い物して帰られて、うんで、電話があって、さっき来て、なんか一個気になるのがあったから、夕方なら来れますけど、っていうのを。その、取り置きはダメやね。ですよね。うん、ありますよね。取り置きはダメやね。ね、うん、そう。とにかく、セール前もセール当日も取り置きはなし。はい、で、はい、普通のセール、時やったら、うーんって決め金とおしゃばいね。はい、もしかしたら、買う気もないけど、こう、帰りづらいなっていう時もあるやない。ただ、じゃあ、売約済みつけとったら、一日二日考えてくださいって言って帰ってもらうときもある。じゃないと、私も奥の仕事したいもんやけどね。うん。今日買う気がなさそうやなっていうのがあるっちゃ。だから本当にそう思ったら二三日のうち買いにしないと。ああ、そうね。うん。そうそうそう。なるほど。で、一週間で以来ぐらいでご連絡なかったときはもう外しておきますのでって言ったらさ、はい、もうそのまま連絡なかったら、そこまで欲しかったわけじゃないじゃないですか、ね、はい。なるほど。で、後から上がったときは、いや、それはもう売れますよ、みたいな。押したり引いたりしながらね。しょっちゅう。なるほど。うん。まあ、そんなんで。だけ。そうだね。でもさ、普通取り置きまでさせるってことは買いに来るっていうんです。じゃあ、じゃあ、とは思っちゃうけどね。ですよね。うん、そう思っちゃうけどね。とりあえず人に買われたくないって押さえとこうみたいな、なんかちょっと意味でわからんこともしてちゃうけどさ。そう。本当そうです。それさ、売れそうでなんで売れんとかいの？なんででしょうね。もう皆さんこの1個持ってるみたいな感じじゃないですか。ね、もう、こう定番っていうか、色も。1個は似たのがあるからって感じで。いいですよね。軽くていいですよね。そう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 。だってみんな軽いのがいいって言うじゃん、うん、うん。そうです。それ言っちゃうけどね。ちょっと目線のところも。そうね。で、雨降りやしね。はい。あ、そうそう。だけどそういうのがいいよ。どっちかっていうと。ね、雨降りバージョンみたいな。だけど、どっちかっていうと、こう、なんかナイロン系の方が、目に届く方がいい、ね。年齢の多い人ね、上までも、首が上がらんとよ。だけなかなか見られない。年齢の多い人にも良さそうな軽いバッグとかを、下に置いた方がいいかもしれない。うん。で、なんかちょっとこんな冬っぽいやつをもうあえて上の方に入れちゃう。はい、冬もうあえて、そう。だけど、今の季節のやつの方が逆に下にあった方がいいんじゃないかな。ね。そうそう。こんなのそう、今なんですね。これ売れるのが不思議なこれ。これなんか冬っぽいよね。これは大きさの関係でここだよね。そう、そうなんです、ね。ここしか置かれるんじゃんね。結構こっちに置きます。そうね、ちょっと、多分明るい。色が涼しいです、ね。ちょっと明るいのが。こう。でも、これはこれでナイロンのやつだね。じゃあ、おさらこれ。売れすぎじゃなかった。こういうのもうるさいんだなっていう。これこっちやろうね。なんか、ずっとこっちに置いたけん、ね、ナイロンのこんなもん、ちょっとこっちに置いてみようかね。これもちょっと出ようかな。いわゆる、ずっと下を占領して。順番をね、少し場所を変えるだけで気分が変わってきますから、はい、なんかさ、これがさ、ね、ここに傷感じる？なんかこれが嫌がりにしちゃっちゃうね。それが傷があるけんか、あるけんか、若いからね。傷はあるけど、それは気になる。普通でもここ傷が入るところじゃないんで、手とか、ガリガリしちゃうね。普通ここ入んないですよね。うん、それが気になる。これが気になる。うん、あの時安くすれば、安くすればあるのかもしれないな。あ、そう。一番だ。雨にないけど一番だそうね。それが気になる。うん、そう。だけどちょっと今回五感買ったら、はい。それね、だけどね、安くしてやったら動くっちゃう。けどそれ、これがいいっちゃう。
でも同化すると一番でも多分8000円いくっちゃう。ああ、そしたら一番の方が。と思っちゃうけどね。なるほど。もう一声ないの、多分お客様に関しては。お願いします。そう。そう。だって、保険、9800円で許せるって。てか、うちさ、あの、そうですよ、安売りすぎる。大きさはいいですけどね。ちょうどいいと思えるよ。うん。うん。あの、で、ほら、この季節、ちょっとまたこのチェックがね、うん、よくないこれ。あ、そこが気になる、ね。そこが気になってるのよ、ファンとこれ。なるほど。うん。なんだって。これもおしゃれなんやもん、本当は青で。こっち側に向いてるかな、本当はこっちの2人で。もう一応全部並べた格好これ。はい、そうです、うん、並べた格好。はいはいはい、いいんじゃない。並びましたね、はい。うん。結構考えなくていい感じ。作りやすい感じ。うん。じゃ、とりあえずお昼にして、はい。これ、あ、お昼食べて出しますか。あ、いや、いいよ。先出していいですか。はい。そうやって、で、お昼食べ終わり、あなたが食べ終わりにこれですよ。はい、わかりました。それまでにちょっと写真を。はい。で、これで。はい、どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。
スなんで、この亀は、亀はですね。ん？この亀。はい。亀、はい。亀広げとってね。開けとって。はい。
これは何かあるよね。この鍵も厚いケースあります。あ、そうですね。新の、新の。はい。このスワロのこの辺も添えてます。お菓子作り。あ、いいのが。はいはい。ああ、なんか前そこにあれも入っとったよね。仏様が入っとるわ。うん、あ、入っとるね、入っとる。昔からあるよ、この傘。そうなんですか、なんか円滑に。そうそうそう。いいですね。そういうの。面白い。さ、うるさいよね、はい、あ、そうですね、赤をさ、ここに行って、ここね、まだこっちの後ろの方、これが後ろの方がいいよね、こっちが後ろの方、あ、ね、本当です ね、相性が、はい、なんか、殺し合ってない色、あ、そう、ね、そう、そう、そうです、なんかなと思って、ね、こっちの方がいい、はい、ね、だこれとこれと相性がいい、はい、こっちの方が映えるやん、するテーブル、はい、うんうんうん、ちょっとね、ちょっとね、頑張っとっちゃう、これかわいいです、本当になんかさ、なんか遊びもっちゃけどさ、どれも、うん、でもなんか遊びもんやけど、まあ、大人の余裕っていうことで専門ばっかり。わーってなりますよね、でも。顔顔にやってる。そうそう、だけどまあまあ、ちょっととりあえず、うん、わーって言って遊び寄ってるから、うん。あ、ある、あれがあるよ、そこ。あ、これまだ。はい。はい、今回は。この前じゃないですよ、今回は。いや、ここにあった、ここにあったのかと思って。ずっと。それはない。で、これなんかね、値段がついとったらあれやもんね、全部ここよりこうしたんで、で、ね、売れる端っこからこう取っていこうかなと。はい。
角によって全然表情が違うっていう当然だけど、うん、ね、すごいですよね、うんうん、なんかスワロスキーとかさこっちのこのテディベアとかこれとかそういう持ちなんかあれとか、うん、似合うよね、ダイヤのにちょうど合う、そう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 、本当本当もう別に売れんでもいい、うん、あ、これセットの中やったの、この今回、はい、このあのいろんなものの中に入って、はい、入ってました、あ、これは私気がつかんで買った、あ、そうなんです、ね、うん、そのスワロスキーの箱がないから、うん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 、スワロスキーシャノーですよねって思いながら、うんうんうん、いや、それここからはもうそれは間違いない、ね、これ大丈夫だよ、ちょっと上に開けたんでした、思わないし、かわいいから単独した方が目立って、うん、帰ってこんなの方を出した方がいいかな、なんかスカム引っ込め、そうですね、夏っぽいよ、はい、こっちもふっとこうなんか、はい、ね、うん、ちょっと引っ込めましょうか、ね、はい、涼しいです ね、だけど、まあ、あれやったらこっちをやってみて、あ、そうですね、うん、はい、あ、で、いや、もう抜けとった、あ、はい、抜けとって言ってくれて怒り出ししちゃった抜けるんじゃないかろうよ、お、奥に、奥に休んでもらおうと思いました、え、なんかそっちの方がいいの、はい、そっちの方がなんかほら、で、これの値段、これはさもうここに貼ったらいいの、こうやって、はい、こうして、ここ、はい、そしたら、どうしたら、はい、で、あとなんかガラスの器とかないんだよね、あそこ、あの上にあるのやつはね、うん、もしあるんやったらこガラスの器とかない、はい、大きいよね、おこっちは食器っぽい方がいいよね、はい、買います、あと4分の1これはちょっとこれでいい、うん、置いてきます、はい、あ、ありがとうの青いところに置いとった方が入るね。ね。これここにやったのかもうちょうどもうあっとやね。ごちゃごちゃしてないよ。ちょうどいいぐらい。はい。ね。そのままいい。もういいね。はい。はい。はい。準備を。まだ終わってなかったけど。はい。この値段になっとったら面白いじゃん。
G ショックとかなさるよ。ベビージーとか。ね。夏っぽい。ね、あ、そうですね。ね、はい、あ、先頭の頃はこれ目玉やん。先頭こっちに売れるね、これ。ありますね。ね、ガラスの器、ガラスの器だけしとけばそうよね。で、あれやったら、その、表現書か。あ、ごめん。手空いておいた。はい。これは直してくれる。あ、もう、あの、箱はね、あそこにある。あの、1階のオクラの、ああ。あの、はい。で、一応これ、直し。これをさ、はい、こんな場所で、うん、これをさ、あと、これをね、はい、これをそれこそここに置くか、うん、いや、なんか、これが似合う、これと、あれが、これはね、これを、なんか、ミニアングラスはさ、もう上の下の方に、上の方に置いとったって目立つけどね。うん、それがさ、頭につけるやつやない。はい。一見、なんか上の方にあった方が、存在感が分かりやすいかな。で、これはもうほら、重ねてもいいけどね、こうやってね。こうやって。はい。そしたらほら、で、真ん中にそのティアラを置こうかなと思って。はい。なんかちょっと、あれじゃない。ボヘミアングラスとさ、ティアラとか、なんかちょっと相性が良くない。同じ食器使い。こうかな。ね。こうかんとこれが消えてしまう。こいつの存在が消えてしまうから。こういった方が分かりやすいっちゃ。うん、こういった方が。ただ、ちょっと、高さがですね、あるんで。こういって、こういって、この箱はちょっと別口で。うん、本当は一緒にこう飾れるとか、まあ、低いんですけどね。分からんよね、これ。こうせんと分からん。なんかこれちょっと、こうやろね。こうして、はい、こうして、はい、ここですね。ここね。はい、して、してこのセットでってせんと、うん、こう置いたらあれやろ。うん、変ですね。だけど、ちょっとこう、あれ置いて、そうですね、高くして。で、これも、これはこのままでいい。これはこのままでいい。これはむしろちょっとこっち、こうしたいぐらいやけど、まぁ、あ、ちょっとあれやけど、はい、これはだけ、こうね。高くしてね。はい。そして、ちょっと高すぎるかもしれないけど、まあ、ここが品物が映えると思います、はい、せっかくなので。はい、
ボヘミアングラスはこっち側に来てみようかな。これで、こうして。はい。ね、そしたら。ほら、こんな感じで。で、逆にこれも、こう来てもらって、こうやって、こう来てもらっていけん。で、これも、こう来ていけん。なんかちょっと欲張り。はい。なんか、夏のほら、この、雰囲気が。これでどうでしょう。はい。朝の来るのはいいのね。赤く白も着ていいけん。わざと、わざと探しましょう。赤く着ていいのね。で、これも結構泡の方がいいんじゃない？赤とか黄色とか。うん、ね、こうしとこうか。なんか白よりも、こんな色素。ゴージャス感も出るよ。うん、和と洋は盛り上がるそうで、はい、ただこれを置いたためにちょっと暗くなるんだよね、顔がね。これをこう置いた方が涼しくなるんだよね。うん、本当は、okay、なこれにセットの中をこの後から出してきたとして、はい、こう光のこと考えるとね、本当だ、全然違いますね。箱付きでいいけんさ、これも、うん、これこうあった方がいいね。これね、こっからこうしよう。こうした、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 この方が、この方が、まだ、まだ、この方が、この方が、それがだいぶ面積取りますね。そうが。で、暗くなる、後ろのね、下も暗くなるわけよ。商品をどういうふうに飾ってやるかっていうのは結構大事やけどね。そうですよね。全然違いますよね。全然違うよね。だけどいかにその商品をかわいいっちゃけど、そのどんな風にこう並べたらお互いが映えるのかなとかね、うん、色とかもそう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 しますよ、ね、そうよ。だけどこのごちゃごちゃごちゃってさ、ほら価値観があるあの箱の中に2個並べるとかっていいけど、あんななってくるとさ、こうああいうのちょっと考えがね、うん、ただ入れるのはいいね。だけどどうかしたらあの、あったかいやつは思い切って、まあ、微光化ぐらいあってもいっちゃう。本当はね。これは、こうしてさ、こう。あ、こうや、やっぱ、これ、こうや。こっちの方が光るもん。あ、本当だ。全然違う。ね、うん、これだと、はい、ここはね、その時のテーマっていうか、何が、そうそう、これもね、なんか勝負はここにつけられます。はい。ね、だからもう分かるです、はい。なので、箱がこれもあるので、覚えておいてください。はい。ちょっと楽しくない？なんか、うん、キラキラしていいです、ね、全部はちょっと洋服にした方が良かったな。夏のこれやっぱ四季をね、抜けてしまうので、うん、これはもうちょっと黄色とかになって真っ白な形もね、逆にね、いいですね、なるほどね、うん、なんかもうね、まだけ手放してもしちゃう。
これで。かのさん、これって、このネックレスって、こうかけるだけで、こう回してかけるデザイン。どうやって使うんですか？自分に巻いてみたけど、ぐるんで回してかけるぐらいしか。そういうふうに使う。あ、私ね、スワロスキーのじゃないけど、このタイプの持っとる。そうなの？うん。もう10年以上前の商品やけど、どうしようかっていうと、要は、こう、普通に、これ、あとね、取った方がいいよ、じゃないと、こんな風にしますって、こう、お客様に説明するときに、このままでしづらいけどね。これね、一つは普通にこうやって、これをこうやってこうする。こうやって。一つはこうね、もうこんな感じね。そうですね。で、もう一つは、もしかしたらもっとやり方があるかもしれないけど、もう一つは、この二重にしたままで、全く同じタイプのモットーです。そうなんですね。ロングでいろいろ変えられたら面白いなと思ったのと、これ面白い。これね、わざと少しずらしてもいいし、まぁ、ちょっと重ねとってもいいっちゃうけど、はい、まぁ、ちょっとずらしてね、こうやって、ここに、こう入れると。したらほら、こうなるよね。こういうふうに。それで、Y タイプのネックレス、こうなるネックレスあるやん。はい、これが流行った時に作るやつとか。これはちょっと、揃えととかっていうのでちょっと微調整した方がいい。はい、これ揃えととか綺麗な。太い毛、ここ。要は、こうしといて、こうしといて、ここを通すだけ。こうして。そして、こうすると、ほら、ちょうどこのぐらいのところで Y になるわけ。ほら、こうやって。こうやって使う。はい、こうやって。なるほど。それか、もしくは、これをちょっとずらして、こういうふうに、こうずらして、こうやって使う。それか、今流行りの後ろにこう持ってくる。今。こうやって、こう背中にこうしても流行っとっちゃう。はい。はい、こうやって、ね、こういう服、こんな風に使う。こう、長官にして。なるほど。うん。はい、なので、多分これはどっちかっていうと、この二重で今みたいに。はい。これ。で、多分一番オーソドックスなのはこの、今の Y のこれ。これ。この、ちょっとここに余裕を持たせて、この、ここぐらいのところでこれがポイントを作るようにして、こうします。こういう感じ。はい。だと思います。で、結局これね、ずらさんでも結局こういう微妙にずらすけど、こうずれた方がいい。綺麗揃ってる。私全く同じデザインのもと。へぇ、特にそれになんかついてる。そう。で、シルバーやけんけど、シルバー磨きいつもかけんとできんちゃうけど、もうこっちは絶対ダーゼいいよ。へぇ、はい。じゃあこれは、だけど、このままロングでするか、こう、さっきみたいに二重でするか、こうしてこう。で、多分、二つ使い。で、まあ、ちょっと。スケルトやったら、こっちの下の方に出るのがいいけんさ、スワロフスキーっていうのが分かるの、これを下の方につけとこうか。あ、それか、ここに、この辺につけとこうか、この。こっちの、ちょうど。邪魔にならんところ。じゃないと。はい。あんまりつけてないかな。とりあえず通そうかな。これは通してなかった。通してなかった。これを通したやつに通してました。そうです。あ、これじゃ通らん。ピンじゃ通らん。紐じゃないと通らん。透明のあれとピン。あのピンで通らんめ？ここの中に。まあいいや、じゃあこうくぐらしとこうか。せめて。これおしゃれですよ。安すぎるんじゃない本当は2,900円。安ですね。値段ちょっと上げた方がいいような気がする。で、これちょっと安すぎると思う。なんか午後から値段は見直すけど。
一応ちょっと一応こうしとくね。はい。ペアッと取れるかもしれんけど。はい、一応。でも下着と一緒にはいいですね。パッとそこ外してまた。そうそう。この長さから落ちたりは多分しないからですね。うん、いや、というか、ここは通らんけんさ。はい。とりあえず、とりあえず。はい、そういうことですね。はい。はい。で、今みたいにさ、首のとこがぐちゃぐちゃ見ると、こうすると首が赤くなるじゃん。どうぞ、外来たらこうなってから。もう、そしたら、この、ここだけ綺麗やったのにさ。首ですか、うん、綺麗ですよ。色が白いからですね。グツグツやもん。もうこれね、あまりと乾燥できた。乾燥、うん、グビーバッツとか。え、それ色が白い。私の母もなってるんですよ。いや、これはだけ私も出てきた。年取ってきたら余計増えてくるから。で、一応レーザー治療はあれ保険内やけん。あ、そうなんですか。うん、うん、だけど一応取ろうと思ったら、夏の暑い時じゃなくて、秋口とかその冬はい。にだけ。いい、うん、だけ。でもさ、取りに行こうと思ったら、1、2、3、4、5、6、7、1個いくらですか？ 2 が。1個いくらっていう感じですよね。え、色が白い人が結構なってあるんですよね。だけどね、ここはね、乾燥でなる。あとはやっぱり、摩擦。でもなるべく摩擦、いや、そう、利点です、もうこれ。ですよね。私の母がすごいなってて、おばあちゃんもなってたんで、あ、私もぼちぼち、うん。うちの、だけどね、妹にね、もうこれ、なってきた、とか言ったら、いや、だってうち、イボタケやもんね。イボタケって言う。いや、お母さんもなっとってやん、ね。まあぜ、ね。レーザー治療一級ったよ、うちの母。あ、そうなんですね。うん、え、一回取ったら。いや、治るよ、また結局。でしょ？なる。で、結局、それが収まるまで、結局、これ、怪我しそうみたいな感じで、こう、ほら、なんか、お風呂も、なんか、ちょっと、ほら、こう、ちょっと、なんか、考えるよね、その、行くのにね。うん。一応、だけ、私、化粧水がこうするタイプなんや、あれの、クロロフィルやけん、ガーってね。で、その後やって、後もちゃんとこう、手入れするって、ちゃんと、乾燥って聞くけ。治るやし。乾燥かね。一応、乾燥と、摩擦。いやでもなるよ。なりますよね。うん、なるな。で、私よりももっとしっかりなってました。そう、見かけます。で、これね、着物の時目立つじゃん。ほら、だって洋服出てどうかしたらストール巻いてくれ。そう、そうなんですよ。着物の時目立つじゃん。そうですね。着物は隠せないです。そうなんですね。だから遠く、これぐらいの距離で話しとけばいいよ、それは誰とでも。はい。そういうわけいかないよ。もうちょっと距離があるんで。この人の時で。どんどん変わっていく時期。まだ本当の実家は空いてる空いてないで。そうですか。というか、私が言ったら私も言われるけど。いや、あなたで言ったらまだ、これからよと言われるの。ゾッとするね。目は目に来るね、でも目に来る。私、目がまだ来てないんですよ。目に来てごらん、もう不自由よ、やっぱりね。ボヘミアングラスのケースの上に手荒の箱は載せてますので、はい、関連付いてると思います。はい、ちょっと、とりあえず先にしてしまう、その箱が。そしたら、あれThank you.
しようと思ってます。なので、今からも一番に始める仕様を、ここは着物位置で書いてあるのか、この人の気持ちで出してみます。いない人が入れてったら本当にいらない人ばかりです。でそうなの。セールがあるけん整理するけん。セールがなかったら今年1円ぐらいでしょ。1円に1円ぐらいでしょ、せめてですよね。どこも売り場があるところはセールって結構されるんですか？いや、こんなには知らんと思う。そうですよね。でもお客さんは楽しみですよね。うん、あのあれがつく、あの調子がつくよね、これでね。あれじゃなくてもほら、行こうかなってなるよね。その時にもし来れんで。そうですね。この間セールだったんでしょとか。で、結構さ、やっぱ、その後いろいろいろんなとこミニキーシャーケンね、やっぱり、あの、ここは良心、いかに良心的だっていうのは、もうなんか逆に言えば力説しちゃう。お客さん。ここは本当に良心的よね。じゃあ、それはもう見比べてもらったらね。うん。中島はそこそこなんかまた引き合いがありそうな気がするんですから、
なく500円とかに割れそうだな。しょうがないね。いらないって思ったもんだけどね。こっちはいらないのためにいいんだ。こうやって購入するとこの商品は、いいものがないじゃん。だって、小売りで売れそうにないもん出すやん。ですよね。90円ですって出しとく。はい、これいいですね。この箱のまま。ままですね。これだとガラ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 って。いや、なんじゃ、どうしてこれ2箱になっちゃった。ちょっとフルーツ空にするで。はい。ここを空にせんことで話になる。踊りの人が右に行った時はね、派手な着物があった方がいいっていうね。こっちが。ああ、そうですね。なるほど。そういう人たちがパッとかに行けるからね。はい、見るからね。他の人とは違うんだよね。これは穴子です。はい。で、とりあえずこれは行きましたから。はい。ね。そう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 。390円いいね。そうですね。ね、うん。どっちかに入れろね。並んでいい
それもなんですか、なんでその役出せるんですか。ほら別になんか旬切るものとするいやまあ、刺繍でも、その手になさすぎだよね。これ、900万円しすぎじゃない。あんまりやつ。これ、変えろうね。はい。この手はこれ。よし。じゃあちょっとあの午後からはあれします、はい、あの値段を見ていきます、はい、でとりあえず箱をもう一個持ってこいって話やね。結局いるよな、なんだかね。私の動きを最終的にこう選ぶときって、ね、あのこれって好みの問題やけんさ、ね、あ好きな人はね、何しやるかなーとかなんか思ったりさ、うんと思っちゃうよね。ついつい自分好みにならないですか。あ、ならないようにしようっちゃけどね。だからほら、例えば今みたいに、あの、紐、踊りの人が見たら、そうですね。好きなはずとかさ。外すときもあるけど、ぴったりハマったときは、うん、選んでて おかしくなかったなとかさ。うん、まあ、試行錯誤ですよ。あとは、ヒレがいいけん、ほら、また、あの、材料で、はい。買いに禁止した人とかね。そういうのは、なるべく、こう、見せるようにしたいなと思って、そういう関連のもとやる。で、例えばさ、これとかやったら、はい、道行きやけど雨コートになるわけよ。うーん、この洗えるやつは。たらもうほら、390円とかやったらパッて使いやすいよね。はい、だけん、こんなのは引き合いがあるだろうね。ね、着る人やけん分かることがあるよね。そうですよね。うん。で、あとほら、車運転するったいね。はい。着物着たまま。ただ、帯が擦れるやない。はいはい。あと、傘までくささんで、パッと乗り降りとかするときは、もう、あらゆる着物の上のコートやったら、もう、惜しげもなく濡れていいやない。だから助かるよ。はいはい。ただ、あの、上等の着物じゃなくても、あの、その需要があると。なるほどですね。うん、ただ、痛めんでいいけん。中はね。
だけど、自分で着物着て運転するっていう想定の人じゃないと思いつかんことがあるね。そう、実は、あとお茶する人するけん、運転するけんね、自分で。はい。しにくいですね。そうよ。だけど、車内、横のまま人かれちゃう。横のとこだって、おしげまばやっとばれるけどさ。うん、私も勧めるで、あの、こんなんとそれ心配せんでいいよって言っておくの。うん、こんなん。そうですよね。うん、この辺はだけど、踊りの人にたまたま、あれって言ったら喜ばれるけん。好きなのが好きな人面白いけんね。ちょっと、これしましょうかね。これティッシュで渡すしとかも行っちゃうのかいって言って、それなんか、着たりするから、この柄のところに着たるんですか、うん、だけど結局さ、こんなんティッシュとかでしたら着いたら着くよ、もう。もう、あの、多頭紙のあの紙でせんと。ああ、そうですよね。うん、とりあえずこの一箱あればいいやろ。はい。処分してるんですか、金さん。ボロボロのやつは、綺麗なやつはあそこにこう、あの、あそこの引き出しの中。入れていいですね。ボロボロのやつは。はい。なるよね。すみません。これがさ、何人でしょうか。入れられるんでしょうか。入れられちゃう。入れられちゃう。厳しいやろ。立てます。ね。ですね。立てます。立てます。じゃあ、何が何でも。はい。あ、なるほど。これも上げて。あ、そのままですね。そうね。今からもうそのまま一番に持っていくっていう時の必要な箱で、はい、この理由まあピッチリ入っとけば問題はね、こっちやねこっちの方が問題こっちの方スタスタだから、ね、そう、スタスタだからスタスタだから問題動きますね、動きますね。ってことは、こうしたほうですね。じゃあ、これまたちょっとあれするけど、上で、はい、またこれを、うん、上げてというか、あの、直すときに、あの、一部に持っていくときに、これを入れるけんさ。そうそうそう、だけん、これを横にしてもいいように、横にしました。こう
で、一旦これもクレープで貼っておご飯食べた後の売り場のことはもう任せたよ。はい、あとはここは。いや、値段直すと見るよ、もちろん。はい、お願いします。うん、だけど、その、こう、飾って、あ、あれ真珠ごちと、はい。あのね、切れた時の真珠が、ね、はいはい、それの片割れやね。うん、だけど、いや、もういいです。いいっていうか、まあ、あの、あれ置いとってもらって。修理後になってるってことですね。そうです、もう終わったもん。あの、ですよね。そうです、そうです。はい、だけこれ天然真珠ですよっていうふうに見せるのでしょ。ああ、なるほど。はい。パーン！パチンだった。飛び跳ねなどいろんなの。あの、出すときどうもなかったんですけどね。いや、だけどね、あのクラスプが古いときは、もう、要するに、糸替えしてもらってから出したほうがいい。クラスプが古いやつやね。はいはい。切れるから。へ、切れたんだなと思って見てたとか。昔のは、あれは、絹糸を使ってあることが多いんで、要するに摩耗すると、あれよ、着物とかも、手縫いやない、はい、絹糸で縫っちゃう。はい、はい。ほつれてくるもん。昔のおばあちゃんぐらいの時代です。絹糸でも強いんでしょ？優しいよ。だけ、こう、例えば、後ろとかこう、脇線とか塗っとったとしても、こう、揺らぎがあるっていうわけよ、逆に。だけ破れんって。しなやかやけん。その分だけ、ナチュラルと。そうなんです、ね。皮がボコボコになっていくみたいなもんよ。天然やけん。はい、こう、形を残、ずっとこう、分解されていくみたい。なるほど。だいぶ違うかなってな。はい。入れ物のような、あ、全部回らない。だけど、はい、仕入れが全部ない。はい、あれを並べたい。あ、どうやってやるかもしれない。はい。OK。どうかしたら、その、バッグがあるよね。あれをこう、上手に押したら、あそこにこう詰めるかもしれない。この中に入れられるかもしれん。ここが、ここにそのあれば入れて、ほら、これがこう、てんこ盛りすればいいやない。ああ、そうですね。ここにこう入れる。はい。入れれますね。はい。どうしましょう。で、はい、390円じゃあんまりやねっていうのだけ、980円とかなってるけど、もう動画して390円でいきたい。はい、あれ。上に、下がここ入れてます。はい、はい。OK。一応、それをよろしくお願いします。はい。はい、これ私ね。ご飯ね。はい。もらいたい。いや、これか、ここで安心したらいかんじゃん。まあ、今から全部値段見て見られない感じがします。安心しようとしようとかなるし。安心ができないです。まだ安心じゃないんだ。そう、全然まだ、並べたっていうだけやけどね。ちょっと大体ほぼ並べたっていうだけやけどね。そうなんです。終わってない。今から。